メルセデスベンツ 500E、メルセデスベンツ 500E、メルセデスベンツ 500E は、1991年から1995年にかけて、メルセデスベンツが製造、販売した、ミディアムクラスセダン、W124 モデルのスポーティバージョン。メルセデスベンツ 500E、または、単に 500E、E500 と呼ばれる。いわゆる前期モデルを 500E、後期モデルを、 E500 とメーカーの故障に習って呼ぶが、モデル全工形を問わず 500E と呼ばれることも多い。アメリカで R129 型の 500SL が発売され、人気となった。すると、500SL の4ドア版の要望が出されたことから、ミディアムクラスに 500SL のエンジンを搭載することにした。その開発の際に当時不審だったポルシに依頼した。 ことからポルシェとの関係が非常に深いモデルとされている。チューニングはポルシェのバイザッハ研究所が担当した。パフォーマンスは最高ながら非常な高コストになってしまったため、ダイムラー側では市販するか否かかなり悩んだが、結局少しだけパーツをコストダウンした。テストコースでのハンドリングの煮詰めは当時ザウバーに在籍していたジャンイコールルイシュレッサーが担当した。 製造工程の一部も、貨車で、メルセデスのジンデルフィンゲン工場と往復させて、ポルシェのツフェンハウゼン工場が担当していた。1990年にモンディアルドロ・ートモビルで発表され、1991年に発売された。モデルイヤーは1992年から1995年。日本への正規輸入は1994年で終了した。 ドイツを代表する自動車メーカーのブランド性の高さから日本ではポルシェが作ったベンツとコラボレーション的に呼ばれ日本の市場からは評価されている北米市場での販売不振のために経営が悪化したポルシェが有給ラインで生産の一部をメルセデスから受け負っていたが経営改善戦略として出された水冷ミッドシップオープンカーのボクスターヒットにより業績が回復して 以降は、ダイムラー・ベンツとポルシェの間では同様の開発や製造委託は行われていない。500E の総生産台数は1479台と多くないが、上記のように日本での人気は高い。日本へは1184台が正規輸入され、さらにそれ以上に並行輸入された車が存在し、生産数の約3分の1が日本という状況になっている。 一方で、アメリカではわずか1528台しか売れず、ドイツ、ウィキにドイツ語版がないことに、留意でもそれほど人気は出ず、開発費の兼ね合いからは、商業的には失敗と言える。DOHC32 バルブ 4973cc、最高出力 330PS、5700rpm、最大トルク 50kgm、3900、 RPM の自然吸気 V8 の M119 型エンジンを搭載した。後期モデルは排気ガス規制を受けて 325PS49KGM に低下している。既存のボディに V8 の M119 エンジンを搭載すべくフロアトンネル及びバルカヘッド部分の拡大を行うとともに、すでに 500SLR129 他に搭載されていた部品を流用した。 例えば、前後のサスペンションアームやサブフレーム、トランスミッション、ステアリングギアボックス、ドライブトレインの多くが 500SL から、またリアのセルフレベリングサスペンションは T モデル、ワゴンから流用されている。同様に、ブレーキも SL から流用した直径 300mm のベンチレーテッドディスクと 190E2.5 から16より流用した。 ブレンボ製4ポットアルミキャリパーを前輪に採用し、後輪には銅 275mm2 に2ポットスチールキャリパーを備えた。後期モデルは制度性能を高めるために 600SL に用いられていた直径 320mm、300mm のディスクブレーキを装備し、キャリパーもすべて中鉄製となった。なお、 前輪ブレーキキャリパーの製造元は、ブレンボ製からアテ製に変更された。前期のブレンボ製のキャリパーにも欠陥が見られたので、中期の 500E のブレーキも交換されている。また、前者に ABS や ASR を標準装備し、安全面での装備をより充実させている。ミディアムクラスに S クラスの V8 エンジンを搭載したモンスターセダンは、 その地味な外観と卓越した性能から、羊の皮を被った狼と、プレスリリース資料で呼ばれた。0時速 100km は6.5秒、0から 400m は14.8秒である。最高速度は 6250rpm で、レブリミットを迎えるため、約時速 250km であるが、リミッターを外しても、時速 260km 程度である。 この圧倒的なパフォーマンスをすることから、シルキーファイヤーともされた。AT は、メルセデスベンツ車内製の機械式4足722.3が搭載され、通常時は2足発進となる。特徴的な外観は、16インチ 8J の5ツ専用ホイールの装着と前後トレッドを拡大しフェンダーもワイド化したことや、専用の前後バンパー。 ホグライト等によって表彰され、他のモデルと区別される。その追い立ちや性能、希少性から現在でも世界中で高い人気を有している。ダイムラーでは 500E をクラシックに分類していて、他 W124 と一線を駆使している。W124500E の出来は SL 以上のものがあるという。SL はスポーティーカーで 500E は スポーツカーのような走りをする。最前科無か、当時のメルセデスの重厚感と質感を持った車は、今後新たに世に出ることはないだろうと言われている。そして初期型は、世界のポルシェの息がかかっている。まさに最高傑作だ。と通りは言う。メルセデスが、設計開発した通りにセッティングをして乗るのが、バランスが整っており最高だと言われている。 乗っていて車を忘れる狼なのである。AMG はメルセデスベンツから直接にホワイトボディ等の供給を受けていたためメルセデスベンツのエンブレムを装着したラインオフの新車モデルも存在するが他のチューナーは直接の車両供給を受けていなかった。そのためドイツ国内のディーラー経由やドイツ国内外で一旦登録された車両を または、一定期間使用された車両のオーバーホールを兼ねて、エンジンやサスペンション、内外装等を、オーナーの要望に合わせて、改造、交換することが珍しくなく、何をもって、正規モデルとするかについては、議論がある。特に、日本では、チューナーブランドのエアロパーツやホイールを装着した、アフターマーケット車両が多く存在しており、また、コピー商品も多かったため、 これらの議論を複雑化させている。なお、AMG 以外の多くのチューナー車両は、知的財産権上の問題から、メルセデス・ベンツのトレードマークである、スリーポインテッドスターを取り外し自社エンブレムを装着してある、ロリンザー一部例外も存在する。メルセデス・ベンツとの協定で、上級モデルの最大廃棄量、例えば E クラスでは、 S, S クラスの 6000cc を超えないというルールがあったため 500E の AMG は排気量は最大で 6000cc とされているが一部のオーダー車両に少数 6200cc モデルも存在する。カールソン、ロリンザー、ハグマンからも 500E、E500 の排気量を独自に約 6000cc、6200cc、6500、 CC に拡大したモデルが販売されていた。これらチューナーモデルは 500E と比べて、さらに優れた動力性能を有することと、そのブランド内ブランドのため現在でも人気が非常に高く、希少価値も相まって高価格で取引されており、500E と区別するために6リッターと呼称されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。